どうも、ハルです。今日紹介するのは、じゃん、スーパードラゴンボールヒーローズカード組。悟空ブラックを手に入れようという大事なのになぜか悟空がデデンと前に出ている勝利でございます。ラインナップは12種類、何が出るかお楽しみ。さあ、開けましょう。狙いは何ですか？トランクス。おう、トランクスが強い。アビリティがいいんだよね。うん、めっちゃ強い。はい、1組目、1組目、そうだね。おお、キラー、ベジータ。おお、いきなりキラー出ましたね。2組目、これも結構あっさり開票終わっちゃうやつだね。トランクスよ、入れよ。お、キャベくん。キャベ、効率的な戦法。もうちょっとスラッとした感じのキャベは印象にあるんだけどな。3組目、頭がでかいんだこれ。そういう絵はね、出るかな。テンさん、テンさん。4組目、あーいー、かぶりー。お、最後、うん、終わった。結構厳しいね。さあ、ラスト。おお、来た来たね、最後の希望。やったじゃん、当たり。一番欲しいのが来ましたね。はい、いや、とっても嬉しい結果ですね。来たー、トランクス。最後の希望、自分チームの戦闘力1枚以上の場合、自分のパワープラス8000。強い。その後半未来があると効果がアップ。多分1万くらい上がるのかな。強いっすね。強い、いいじゃないですか。グッ、いただきます。グミは何味なんですか？エナジードリンク味。おお、これを食べると気力が上がるんですね。うわー、はい、というわけで今回こちらのキラー2枚が出ました。とっても嬉しかったです。ティロン、さよなら。